週間密着します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。おはよう。ただいまの時刻はですね10時47分でございます。今週は1週間かなりねハードスケジュールなのでナミちゃんと一緒に密着していこうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。おはよう。おはようございます。本日はですね12時から1,2,3,4,5 午後会議がございます。夕方から整体に行ってまいりたいと思います。おはよう。厚めのパーじゃん。これちっちゃめちょっとレザーっぽいなんていうの軽いやつだと思うよ。だったらなんかこれで白とかの配色でリーブのほうが入ってるのはいいのかなと思ったから、スカートがシンプルだからこそ上がもうちょっとこうアクのあるポイントになるようなアイテム。あ、すぐ考えます。はい、お願いします。ありがとうございます。この会議、こちらはですね、うちのデザイナーアシスタントたちの企画チェックをしてまいりました。ヘアもチェンジしちゃってそうですね、ちょっとね、先ほどボサボサだったのでちょっとリボンとかつけてしまって、こうミディンガムのね、シャツに合わせてリボンをつけてみました。私服チェックも着てます。あ、私服チェック、あ、ぜひうちの我が社の綺麗なところでええ今日のポイントはですね、こちらのフリルのギンガムチェックのブラウスでございます。大きめのフリフリの、わかります？後ろからのとっても可愛い、可愛いフリルにパールがついてるんです。可愛い、こんな感じになってまして、パンツはこの会社様のデニムなんですけれども、やっぱギンガムチェックにはインディゴのデニムかなと思いまして、ガーリーな感じにしております。ザラのシューズですね。1日目のさきさんでーす、はい、1日目の私、こんな感じでございます。シューズがミントどっちじゃなきゃ、多分パープル、え、パーは黄色とかって色は作れないなっていうのはあれ実際シューズがこんなもんなんだ。どうぞ詰めてもらって、なんかなもう気持ち中に入れてもいいかもしれない。土日。はい、続きまして。続きましては、プレスチームとの会議です。ムービーと、私たちが必要なやつを出て、ある程度イメージ見たものあると思うんだけど。あ、すごい。さきさん、お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、会議に入るので、はい、まだまだ会議が続きます。頑張ってください。はーい、とかって。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様でした。次が30分後にまた会議なので、今のうちにご飯を食べます。あと10分に食べなきゃいけないから、おつまみ、おつまみカニカマと今からなんとかなんとかなんとかとマスター、システルそうだね、ランチタイムなんて言ってるね、優雅な時間ないパッとパッと食べちゃう、食べないで。インスタライブとかでビューティーとか、あとはそういう新しい、まあ、企画は先に考えるとしてもあっという間にもう4時ですよ。で、あとここからもう1個会議して、あら、次発注だ、発注行って、整体行って、あとお家でお仕事して、今こう大きく映って、ここが濃く、ここが濃いピンクで、それでやっと今ようやく自分の PC 触れたんで、これからね整体に行かなきゃいけないんですよ。整体行く前に家帰ったらやらなきゃいけないから整形して、会議長くない月曜日。長かったですね。本当にもうね、一回出社したらもう月曜日はもうね夕方までもずーっと人と話してる。今から整体に行っていきたいと思います。あのね、オフィスのね近くに通ってる整体があって歩いていきます。今日は全体的に疲れをほぐしていこうと思います。ひらめと帰っていきます。じゃあね、なみちゃん、お疲れ様です。またお家帰ったら撮るので後ほど行ってきます。いってらっしゃい。お家に戻ってきました。だいたい夜にね、自分のデスクワークっていうかイメージワーク、デザインだったりとかクリエイティブのお仕事をすることが多いです。ただね、私あんまお家だとね集中できないので、基本的にはオフィスに残って黙々とやるか、どうしようもない時だけお家に持ち帰ってやっております。
今ね、彼氏にね、モリモリスリムっていうお茶をね、作ってもらってるんだ。ティーカップやばくない？これ私だけなんだよね、絶対。絶対みんな嫌いにならないでね。ティーカップないからさ、多分コーヒー入れるやつなんだよね。で、飲むっていう。これで便秘を解消していきたいと思います。はい、こんな感じで、とりあえず一旦お家での業務が終わったので、あとはね、だいたい寝る前とかお風呂入ってる半身浴中とかに動のレタッチだったりとか SNS の撮影、自分のインスタグラムどういう風な写真の撮り方しようかなっていうのを画像ピックアップしたりとか、各 SNS のコメントを返したりとかしております。これはもう日課だね、私のルーティンです。1日目はこんな感じでした。おやすみなさい。密着2日目になります。今日は朝から店長会があるので、朝から夜まで店長会をしていきたいと思います。ザライブと店長会、インスタライブの裏側見せるの初めてじゃない？絶対。それ今日も一日よろしくお願いします。頑張ります。見て、今日オレンジマスカラメイクなの。グリーンのカラコン、めっちゃ可愛くない？勝手にカメラを奪って。今日はオレンジメイクなの。髪の毛が色落ちしてきたからギャルになろうかなと思って。ギャルです。本日のスケジュールは、今からスタッフスナップのミーティングで AW のメイクのミーティングをして、その後店舗間ディスカッションっていうのがあって、その後に7月の商品説明会があって、実際にその後スタッフが着用して、その後にまた前月までの商品ディスカッションがあって、7時ぐらいに皆さんお疲れ様でしたって感じになります。一概にめっちゃ悪いですって言われて、いきなり良くすると思う。画質は変になったりかもしれないけど、難しいと思うんだけど。あと1点だけ。多分そう。緊張しない。もう気持ち動かしてもいいかもしれない。うん、中央に塗ってみて。まぶたが。松戸涼介に怒れ。本日のコーディネートがこんな感じで、白と黒で決めました。パンツはね、多分ザラ、プスバダーリンズの結構前に発売したやつかな。これアンサンブルだったんだけど、それの中のベアだけ。私夏はね、ベアとか露出が大好きでございまして、今日はちょっとカジュアルめに大人なモノトーンな感じで、重たくならない感じにしてみました。今年流行ってる横長のサングラス。あとはバッグはボーイシャネルのちっちゃいやつ。これだけはちょっと熱いので透明のクリームを込めております。以上でした。続きましては商品説明会になります。来月の7月の1ヶ月の商品のポイントとかをここで店長陣に見せながら、私がデザイナーなので、私とプラスデザイナー2人と一緒に説明していきます。うちのチーム長です。はじめまして。意外と普通なんだ。普通なんだ、カメラでは。やっほー。控えめってな感じで始めさせていただきたいと思います。やっぱり着た時のシルエットが保たれるようなイメージで作ってる、T シャツワンピになります。一応くびれカールは入れ、カールは入れてるんだけど、そのままスニーカーとかでラフに着たりとか、素材感自体は、そんなにね AW 見えするような感じじゃないので、今の季節からすぐ着てもらっても大丈夫な。コットンレースの花柄の部分もちょっとね、ガーリーになりすぎたくなかったので、ちょっとここが尖ったような丸い感じっていうよりかは、ちょっとツンとしたような感じのテイストのものをピックして選んでおります。店長会がまず終わってはないか。終わってはないわ。一段落いたしました。17時半まで、あと2時間か。2時間フリータイムになります。でも何回も言うけど、オレンジのまつげ可愛くない？私ですか？
私でございます。スペシャルパターンダーの歌手ってこと。僕の重鎮をしてます。ほんと一瞬だけ見てた。一瞬だけ、一瞬だけ。かわいいグラフィックだったりとか、もうちょっと華やかしいところ見せたいんだけどさ全然まだ2日目にして全然撮れなかったさ。デスクワークプラス会議で意外に本社の中はこういう感じかもしれないね。結構わたわた動いてる、わたわた動いてるね。時間とサイズ感っていうところがどこに当ててるのかっていうところがちょっと甘かったっていうことで、今もインスタライブあと5分で始まります。そうですよ、裏側見が初めてじゃない。色がさ、ちゃんと映るようにさ、撮影用のボードちゃんとね、当ててね、持ってあります。なんか一瞬立ってみて、はい、こんばんは。腕の発売が7月の日水曜日21時から。私が着ているのがこちら、ベージュのカラーになりまして、お伝えさせていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。ということで、夏にぴったりな、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。お疲れ様でした。暑い、超早着替えだったでしょ。早着替えだし、一着ほんとね15秒ぐらいで全員着替えてるからね、汗だくよ、もうほんとに。着替えます。お疲れ様です、さきさん。お疲れ様です。さっき終わったインスタライブをいつも自分で確認して、反省点とかを、何が良かったかとか、あと自分の顔の写りとか、ちょっと太ってないかとか、結構リアルにね、太ってないかとか、体型がすごい見る。あとお洋服ちゃんと着れてるかとか、喋れてたかとか、反省点をより良くするためにこんな感じで見ております。はーい、気にしていただいてもいいですか。はーい、あれって届くんか、ちょっとギリギリ。お疲れ様です。来週のね、AW撮影のムービーのイメージをね、そのチェックをしてました。お疲れ、お疲れ様です。じゃあ、ハードだったでしょ。さきさんがとてつもなく忙しかった。でもそれについてくるあなたも相当ハードそうだ。何、撮らせていただいてもよろしいでしょうかみたいな感じ。ちょっとお疲れ者なんですけど、多分みんながどう想像してるかわかんないんだけど、インスタグラマーのブランドっていうイメージってさ、ほんと少しの時だけいるのかなみたいな、ちょっとだけ来てちょっとまた帰るみたいな感じのイメージが持たれてることが多いから、何してるんだろうって知らない方いると思うんだけど、体力勝負でやっております。本日もお疲れ様でした。お疲れ様でした。さようなら。気をつけて、早く帰るんだよ。はい、ありがとうございます。ありがとう、お疲れ。おはようございます。おはようございます。今日の1着3日目よろしくお願いします。よろしくお願いします。でもね、SNS のね、写真はね、よく画質綺麗だから聞かれるんだけど、 iPhone の外カメで撮ってから、後から気になるところはビューティープラスで加工します。良さそうじゃない？良さそう。毎日写真は撮りに行くんだけど、だいたいうちのブランドが1ヶ月に40型ぐらいお洋服発売されるから、だいたいそのお洋服をほとんど毎日お洋服着て SNS で発信してみたいな感じでやってるから、1日2、300枚ぐらい撮って、1日2着着る時ももちろんあるし、結構撮るかな。お洋服だけじゃなくてリアルにストーリー更新したりとか、コスメだったりとか、なんか割とまんまの自分の好きなものを SNS で発信していくっていう感じ。今の時代、嘘とかただ偽って綺麗にあげたものだけだと見抜かれるし、共感してもらうことがすごい大切だなって思ってるから、写真とかは自分の可愛い部分とかを切り取って載せるんだけど、インスタライブとかストーリーとかではちょっと弱音吐くこともあったりとか、自分の思ったことをそのまま、自分のありのままの性格を飾らずに発信したりとかするようにしてるかな。写真の撮り方とかは日々飽きが来ないように、いつも応援してくれてるフォロワーのみんなが私に対して飽きが来ないようにするために、適当にその場でパン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 撮ってるというよりかは、どういう撮り方しようかなとか、意外性のあるギャップのあるような写真をどうやったら撮れるかなって毎日スケジュールを組んで、いろんな撮り方を学んで、私だけじゃなくて割とダーリチの他のスタッフ、スナップの子たちとかにも結構教えてる、大事にしてる部分です。
じゃあ今から SNS 撮影終わったのでオフィスに戻ってまたお仕事をしてまいります。レッツゴー。なんか一気に枝分見せしたいよね。ニット黒あったな。今は明後日の撮影のスタイリングチェックしてました。 PR の子がスタイリング組んでくれて、その後に私がチェックして一緒に考えてみたいな感じにしてます。ダーリッチって表面ダーリッチでのロゴがあって、裏面がハッピー着てるクマさん、ダーリッチ。今日ね、本当にデスクワークだからね、ちょっと密着っていう感じより見せ場がないんですけれども、今からもう黙々とずっとひたすらデザイン作業させていただきます。頑張ります。どのくらい軽くできるんですか、ここから。あと何段階いけるの。あとニットはマジで分かんない。なんかこれ薄くして、なんか日太りするから結構身幅削ったんだよね。結構厚いなっていう印象だから、二回りぐらいでもいいんじゃないかなって思うんだけど。え、こっちの方が可愛い。あ、本当ですか。うん、絶対こっちが可愛い。可愛い可愛い。こういう素材使って開いてて、ここで締めてて、フレアップで、え、可愛いと思う。なんかこういうやつじゃなくて、もっとボリューミーにしたいから。私もまだね、分からないことがたくさんあるからね。プロフェッショナルに相談しながら考えてるんだよね。ね、ね。YouTube の撮影が明日あるので、 YouTube の撮影の衣装をちょっとピックしていこうと思います。実はね、透明感メイクをやる予定だから、ちょっとこう白っぽい感じの明るめなやつを選びたいんだけど、どうしようかなって思ったんだけど、もう決まってるみたいな。こちらのトップスにします。毎回ね、 YouTube の撮影の時はそのメイクとか動画の企画のコンセプトに合った衣装とかを結構選ぶことが多くて、 YouTube の撮影では明るめな色とかピンクとかイエローとかハッピーなカラーを着ることが多いです。もう9時過ぎてるよね。9時過ぎたんだけど、実はまだ終わってないんだよねっていうところだけど、今日は帰る。今日のコーディネートはこんな感じで、ローブワンピースにしてみました。久しぶりにダーリッチの昔発売したローブワンピースのベージュ着たので、チェリーヌのカゴバッグを折って、ここが濃いね、キャメルっぽい色だから、このキャメルと、ちょっと今フットネイルしてないから恥ずかしいんだけど、ザラのサンダル、ちょっと外したワントーン、ここのね、キャメルとベージュ同系色系コーデっていうのかなにしてみました。もう9時になったので、ちょっと今日はね、もう一旦帰ろうと思います。本日もお疲れ様でした。お疲れ様でした。おはようございます。スピです。どうぞ。今日は今から YouTube 撮影をしていきたいと思います。今日の私の朝のエネルギーのもと、テンションです。30分前に起きてね、急いでシャワー浴びて、髪の毛がけ乾かしてね、保湿だけして、クリエイターチームをお出迎えしました。YouTube の、ね、撮影のね、朝はね、ドタバタ祭りでございますけど、今は空いてないし、喋れないんですけど、頑張っていこうと思います。テンション低い。でもこんな感じでね、上下今囲んだ感じ、単色で。で、今日つけてるのは、トッパーズのワンデーツイッ Tα。ワンデーツイッ、むずっ、ワンデーツイッティアルファ、ちょっとよくわかんない、待って OK。 YouTube の撮影が終わりました。今ね、ちょうどね、11時30分なんだけど、朝から撮影していて、今からオフィスに戻って、で、今日はね、企画会議があるの。お洋服のデザインをプレゼンする企画会議があるので、オフィスに戻って会議をして、いつも通り通常運転でお仕事をしていきます。マジで本当にすっごいツヤツヤなんだよね。この密着動画が出てる頃には、透明感メイクも出てると思うので、まだ見てない方はぜひチェックしてください。もう少しで飲み終わる。まだね、眠いんだけど、頑張っていこうと思います。お気に入りだわ、このメイク。
ツヤンツヤン。みんなにぜひ買ってほしい。ベスコスのアイテムも使ってるから。もう今日はね、衣装のこのトップスのまま会社に行こうと思います。バイバーイ。今からカンコレのアンサイコレクションのランウェイの音源をピックしていきます。歩いてる感じいいけど、なんかちょっと遅いよ、歩いてる。なんかそこまで華やかな。うん。じゃあもうさっき YouTube 撮影で透明感メイク用に用意したこのダーリッチのオフショル、上がちょっと可愛いからね、下はちょっとねストーンって感じのカジュアルっぽい感じのやつで、色味がめっちゃ可愛いの。これちょっとね薄いハイブリッジのしぼっとしたデニムが私大好きなので、これを今日履きてきました。透明のヘアクリップで染めたりとかしちゃってみたいな感じのコーディネートになってます。薄くしたいんですけど、薄くした時に透けすぎちゃう感じも嫌で、ある程度上質さは保ちながら軽くしたいなっていうところがあって、毛の短さは全然このくらいでも全然よくって、そんな長すぎなくて良いので、もう気持ち薄いとめっちゃいいな。サイドがスリットこういう感じでもうちょっと深めに入ってて、それをニットセットアップでこう。でポージング、前回の撮影でもあったんですけど、まあ、綺麗に洋服が見えるポージングをっていうのでやっていきたいと思います。お願いします。お願いします。はい、はい、撮影前前日会議が終わりましたので、次は企画会議をします。柄をここに前面に載せて、フロントの部分にダーリッチのロゴをぷっくりな刺繍で入れるようなイメージにしようかなと。まあ、なんか冬結構割と重量ニットとかでハイネック多くなってきたりとかするから、あえてこういうちょっと首元スッキリさせた感じとかにしても可愛いかなと思って、こっちの方がスッキリはしてる感じに見えたんです。本当は早い方がなるべく早い方がいいけど、早くできるように手配は動いてほしいけど、本当に最悪の最悪11月中にあればいいよ、ね、末くらいだったら全然やっちゃって大丈夫ですって感じ。企画会議が終わりましたので、今日の大仕事はもうこれぐらいかな、はい、なのでこれからデスクワークして、もう毎月これの前日は眠れないぐらいもうドギマギドギマギしてるので、これが終わったらもう今日は飲むしかないって思うんだけど、明日の撮影なので早々に帰って準備します。眠れてなかったね。大きめにしてくれたの。大きめの方がいいって言ってたから。でした。今日はもう7時半ということでお家に帰ろうと思います。 You see おはようございます。今日で密着最終日になりました。やっと今日はこれからダーリッチの最後の SS の商品の撮影に行ってきます。ちょっと今日はね撮影メイクだからね、結構バチバチの濃い濃いメイク、イエローとオレンジとブラウンを混ぜた感じのラスト SS ということで、ちょっとね夏らしいメイクにしてみました。頑張りまーす。ね、これただのいい写真見るの。いい、あ、かわいい。いや、大丈夫。Oh, nice.
可愛いです。可愛い。OK でーす。1軒目の撮影終わりました。今からね、2軒目のスタジオに移動してまた撮影です。行ってきます。2軒目のスタジオ着きました。撮影頑張ります。まだまだ皆さんのお洋服を Thank you, thank you.いい感じ、髪の毛ツヤ出しミスト。撮影に切り替わりました。じゃあもうじゃお疲れ様でした。今ね、もう4時になったんですけど、今日はこの後撮影終わったんでオフィスに戻ってデスクワークをしようと思います。新作のニット帽、今日は撮影なのでこういうラフな感じで、これね、H&M のね、ビスチュスウェットパンツにダーリッチのニット帽です。これもすぐ発売のやつ、超お気に入りです。お靴はエアフォースワンを履いてます。こんな感じで撮影の日はいつもラフな感じです。今日のメイクはちょっとおまつげちゃんをね、今5、6本ぐらいつけてギャンギャンなメイクにしてます。今日はね、目地つり上げ系、ちょっと AW っぽい感じで、そんな感じでオフィスに戻りたいと思います。バイバーイ。自分の可愛いじゃなくてお客様のこととかも考えたところで、でもやんなきゃいけない、うちらがやんなきゃいけないのってお客様をときめかせるっていうところに関しては、うちらが可愛いと思ってお客様にも喜んでもらえるっていうものを提供していかなきゃいけない。はい、ということで本日は密着になります。これにて私の1週間密着動画おしまいでございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。さきさんが忙しすぎて、なんかもうなんか瞬間移動みたいな感じであちらこちらにせっせかせっせか、もう忙しそうすぎてそうそう、ついてくのに必死でした。そう、そんな感じでちょっとね、あの一部分撮れてたり撮れてなかったり、なんか急にね、打ち合わせとか会議みたいな感じが入ったりとかで、まあ、撮れてないところも結構あったりするんだけど、大体私の1週間のね、通常モードのお仕事が密着できてたかなと思います。今回の密着動画を感じたのが、撮られる側も大変だし、撮る側も大変だし、一生こう撮られてる、なんかいろんな数々の YouTuber さんがニコニコしていられたのがすっごい素晴らしいなと思って、とっても大変なことなんだなと実感しました。今回ちょっと経験しましたので、次からはどんとこいということで、今度1ヶ月密着とかしてみる。今宵は夏休み金曜日ということで、私はちょっとドリンキングでもう、やっとね、企画で最後終わったので。
過ごしたいなと思います。最後まで動画を見てくれてありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。